ましょう、試合始まるまではね。ということで、今日はファイターズのホームゲームへ皆さんようこそ。あれセットしたのに、まあ、誰も見てないけど、OK、はい、かなり焦っておりますが、まずね、はい、頑張れ、そうだ、フレップ1本ね、OKOK、ありがとう。何お話が。OK、さあ皆さん、今日はね、あのセパ交流戦が今日からスタートということで、そうなんです、セントラルリーグからスワローズファンの皆さん、ようこそエスコンフィールド岡田へいらっしゃいました。晴れ晴れ東京からね、ありがとうございます。で、今日はこちらにスペシャルゲスト、もう出てもらってますけど、バチバチですか、つば九郎です。はい、今年でデビュー30年でもまだ気持ちは新人、ヤクルト、あ、これヤクルトセンターのノブとよく眠れるってやつですね。アルファ、三つ葉台のつば九郎です。合ってますか？合ってます？違う？違う？合ってない？ OK？ 大丈夫ですか？はい、で、自己紹介、今ので OK ですか？まだある？で、なんかフリップ芸が得意っていうことでね。そうなんですよ。そして、今日エスコアフィールドまでどうやって来たんですか？飛んできた？どこでもドア、はい、わかりました。結構ドラえもんと仲良しみたいですね。じゃあ、エスコンフィールド北海道、今日来てみてどうですか？ススキノから遠目に否めない。そうですね、まあ、夜楽しんでください、どこでもドアと言って。さあ、続いて何ですか？まだあるみたいですね。もうない、起きまくれました。じゃあ休んでてください。どう、フレットポニーももう仲良くなった？まだそんなでもないのかな。これからライバルだからね。そう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 、オッケーオッケーと感じでね、皆さんもぜひ今日と明日です、つば九郎ね、グラウンドにもたくさん出てくれますので、ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。つば九郎楽しんでくださいね。さあ、そしてですね、大人のファイターズナイト、こちらは先週からスタートしているイベントになっております。で、ポリーをご覧ください。明るく輝いているこちらのペンライト、ね、2種類あります。シャケ丸型と、いわゆるね、ペンライトの形をしているペンライトと2つあるんですけれども、はい、なんか、何鬼みたいな、はい、なんか今日は騒がしいな皆さん、はい、で、こちらについてもね、皆さんにお知らせをしたいと思います。こちら14色カラーチェンジペンライト。